第7話蛇の行き先。ナルトたちが夢隠れの里を目指して移動していた頃、その近くを移動している4人の忍びがいた。サスケ、ちょっと休憩しようよ。こら、水月ってめえ、すでに座り込んでんじゃねえか。僕はこまめに水分補給しないと倒れちゃうんだよね。知るか、そのまま蒸発してる。ほら、十五もなんとか言え。この森の空気は新鮮だ。気持ちいい。衝動が落ち着く。たく。誰だ？出てこい。黒花のものか。対応によってはこの先へは行かせんぞ。うせろ。何をふざけたことを。さっさと片付けるぞ。車輪がいたずらを出せ。サスケ、行ってやるよ。車輪がいた。しびれで動けないよ。カトン豪華級の術。そこだ。車輪ガン。わかった。そら。シャリンガン。なくなったよ。そこだ。
シャツだ。サスケ、行ってやるよ。血取り流す。サスケ、奴は前からの攻撃を受け付けないようだ。こら、車輪ガン。サスケ、連携攻撃ができるぞ。ジュゴ、行くぞ。これで落ち着ける。もう少し楽しめるかと思ったけど、大したことなかったね。僕たちに挑んでくるなんて10年早いよ。何偉そうに喋ってんだよ。お前のその目、夢隠れの里にいた黒いマントを着たやつによく似ている。仲間か。何、この目を持つやつがいたのか。どこだ、言え。イタチがここに。どうする、サスケ。夢隠れへ向かう。